どうも、言語おじさんです。今回のテーマはこちら、青鬼風脱出ホラーゲームの作り方ということで、リクエストでですね、ホラーゲームを作ってほしいというリクエストをいただいてましたので、今回はですね、期待に沿うものか分かりませんが、こんなものを作ってみました。はい、旗を押すとですね、このように、大きなマップの中を猫が動けるんですね。で、動いてたまにこうやって、鬼が出てくるんですね。この鬼から逃げながら、こうですね、鬼から逃げながら脱出口を見つけると。で、どんどん鬼が追ってきます。で、このように逃げて、こうですね。で、懐中電灯で照らしてないところにも結構鬼がいたりするので、このように逃げていきます。で、脱出口が見つからずに、ライフがですね、ゼロまでになってしまうと、ゲームオーバーということになります。今回のゲームはですね、広いマップの中で敵を動かしたりするっていうこの基本的なところが学べますので、ぜひですね、いろいろなゲームの作りに役立ててもらえればなというふうに思います。このチャンネルではいろいろなゲームの作り方からコードの解説までしていますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またですね、 YouTube ショートの方では皆さんの作品の紹介もしていますので、ぜひそちらのご応募の方もお願いします。では作っていきましょう。はい、ではですね、新しいプロジェクトを開いてもらって、今回この猫ですね、猫を少し小さくしておきます。これイベントで旗が押された時ですね。はい、猫はですね、実はずっと真ん中にいます。ずっと真ん中にいて、周りがですね、動いているっていうだけになります。ですので猫は常に00にいて、で、回転方法ですね、回転方法は左右のみで、で、大きさを見た目で 40% にしておきましょう。で、表示をするというふうにしておきます。一旦ここまででいいです。で、旗を押すと真ん中に猫がいると。基本的には猫はずっと中心にいると。ではですね、背景、マップですね、マップを作っていきたいんですけど、はい、今回、スプライト選ぶで、描くで、ここに、マップというスプライトですね、作っていって、ここに、マップを描きます。で、マップはどんなものを描いてもらってもいいんですが、今回はですね、この背景にある、ちょっと背景に行って、で、背景のを選ぶの中にですね、はい、これは背景の方にしかないんですが、模様で、はい、この並々の模様ですね。で、これを持ってきます。ただ、これを背景に書いておくのではなくて、マップの方に書いておくのが今回はポイントになります。で、これですね、これ全部選んで、コピーしておきましょう。コピーして、コピーですね。で、マップの方に行って、ここで貼り付けます。こうですね。で、ステージの方はもうこれいらないので、これ消しておきましょう。で、マップに戻って、こうです。で、色はですね、このままでもいいんですが、今回ホラーゲームなので、少し色を暗くしていきたいと思います。まず、この一番、周りの、これですね、これちょっと、グループ化解除しておいて、で、一番後ろのこの、緑色の部分ですね、ここを、なんとなくこう明るさ、暗さをですね、このままぐーっと暗くしていって、このぐらいまで暗くしたらいいんじゃないかなと思います。まずは周りを暗くすると。で、この白の部分ですね、白の部分を、はい、塗りつぶしを、0、どうですかね、34ぐらいで、少し暗くして、59ぐらい、このぐらいにしておきましょう。で、枠線を、0、100、どのぐらいですかね、28ぐらい、はい、このぐらいにしておきましょう。で、これで、はい、マップができたと。で、これちょっと1回00にしておいて、ここを00にしておいて、こんな感じですね。はい、で、これがマップなんですけど、今回は、これをですね、ぐーっと大きくして、で、大きくして、それを広いマップの中を描ける、動き回れるようにしていきたいと思いますので、これを拡大していきます。で、この拡大をするには、これ、ちょっとテクニックがあって、裏技的なことなんですけど、一つですね、コスチュームを描くで、これをちょっとこれ上にしておいて、これをですね、ここにですね、すごい小さなですね、丸、これ、色何でもいいです。ちょっと今回は分かりやすく
赤にしておこうと思いますが、これ何色でもいいんですが、はい、こんな感じのですね、ちっちゃい丸を作るんですね。で、これを真ん中に置いておきます。はい、今回 2×2 でいいかなと思うので、この真ん中にちっちゃい丸をつけて、このコスチュームの名前をドットとしておきます。で、もう一つのこっちのコスチュームですね。こっちのコスチュームは、これを名前はマップにしておきます。はい、そしてですね、コードに行って、動きで、イベントですね、旗が押されたときに、X 座標、Y 座標を00にして、はい、で、回転方法を、はい、回転しないにしておいてください。回転しない。はい、それで、例えばですね、コスチュームは、今回はマップですよね。マップにして、で、大きさが、このまま 100% だったら旗を押すとこうなりますよね。で、これが、例えば 120% だったらドーンとこうちょっと大きくなるんですね。ただ、これもっと大きくしたいですね。で、今回 500% にしたいと思うので、500% にすると、はい、大きくなるんですけど、思いのほか大きくならないですね。で、ここを見てみると大きさ145までしか大きくなってないと。で、これがちょっと拡大の限界になっているので、これを裏技でですね、はい、まず最初に、はい、このコスチュームをマップではなくてドットにするんですね。ドットにする。で、ドット、ちなみにドットで 100% だと、はい、あ、ここ今猫がかぶってますが、ここにちっちゃい赤があると思います。で、このドットで 500% にすると、はい、このようにドットが 500% になってるんですね。これちょっとマップ見てみると、ここ大きさ500になってますね。で、こうちっちゃいものは大きくできるというこのスクラッチの特性があるので、ドットを 500% にして、そこからコスチュームをマップに変えるんですね。で、表示をするというふうにすると、旗を押すと、はい、このようにですね、マップの大きさが500、になったという、まあ、これは裏技です。という形でできるということになります。ではですね、ここから、この猫を、このマップの中を動き回れるように、コードを書いていきたいと思います。で、今回はですね、どういう動きにしたいかというと、このマウスですね、このマウスが、例えば右上にマウスを持ってくると、猫が右上の方に動くっていうようなことをやっていきたいと思います。で、今回ここら辺の考え方なんですけど、はい、こちらを見ていただくと、はい、マウスがこう右上に行って、この猫が右上に移動する。つまり、これが画面で、この場所まで移動したとしましょう。で、猫がこの場所まで。で、この場所というのは、マップ全体で見ると、X 座標が400、Y 座標が300みたいなことになります。この実際の画面上は、X 座標は240までしかないし、Y 座標は180までしかないっていうのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、それがこうぐーっと行って、ここが400、300の場所まで移動すると。そうすると、これ実は右上に猫がこう移動するということは、これ、その時の状態がこちらになってるんですけど、つまりはマップが、この画面の中の猫自体はずっと変わってないんですね。変わっておらず、このマップが左下に移動したっていうことになります。つまり右上に移動するということは、マップが左下に移動する。例えば右下に猫が移動するということは、マップは左上に、移動することになるということになります。で、例えばこのマップの位置が400、300ってなってるとしたら、これは実際のマップは左下に動いているので、マイナス400、マイナス300になってるということになります。まあ、ここが今回肝になります。で、もう一つですね、こちら見ていただきたいんですが、この右上に、ここにマウスがありますと。で、右上にマウスの方に引っ張る、移動するということは、これ実際の移動は、ここまで移動するのではなくて、右上に移動するということになるので、この右上のこの矢印の長さを今回3というふうにしてるんですけど、3移動するっていうことは、この X と Y はどんだけかっていうと、これはですね、この三角形とこの三角形がまあ比例しているということになりますので、この X の長さというのは、マウスの X 座標割る、このマウスまでの距離、
かける3っていうのがここの X で、 Y 座標は同じようにマウスの Y 座標割るこのマウスまでの距離、かける3っていうのがここの Y ということになります。ですのでこの分ずつですね、このマップ X マップ Y っていうのが移動していくというふうに考えてください。はい、ではですね、コードに戻ってもらって、ここプラスでですねスプライトを描くにしてちょっと空のスプライトを作ります。で名前はですねマップ管理という、スプライトの名前にしておいて、これコッシュは全くいらずにコードだけ書いていきます。はい、コードはですねイベントで旗が押された時、コッシュもはないんですけど、動きで X 座標 Y 座標は00にしておきます。でここでですね変数で、はい、マップ X という変数とマップ Y という変数、この2つの変数を作ります。そしてマップ X マップ Y は最初は00です。00ですね。はい、そして制御でずっとというのを入れて、はい、マップ X を何々ずつ変えるにして、何々ずつ変えるの中を、先ほど説明したですね、これちょっと小さくしますが、ここに、はい、掛け算とこの左側に割り算を持ってきてですね、で、ここが調べるでマウスの X 座標ですね、マウスの X 座標割る、マウスポインターまでの距離ですね、マウスポインターまでの距離小さくします、かける3ずつ動かすと。はい、そして、同様でこれ右クリックで複製しちゃって、マップ Y ですね、マップ Y を、はい、マウスの Y 座標割るマウスポインターまでの距離かける3ずつ変えるというふうにしましょう。はい、そうするとですね、はい、これ戻ってもらって旗を押します。こんな感じですね。今バーッと数字が動いているのが見えると思いますが、これちょっと動きすぎですね。これは、ちょっとここのずっとの中に、制御で何々秒待つ、これ0秒待つっていうのを入れた方がいいかなと思います。旗を押してこんな感じですね、右に移動する、左下というふうに移動すると、このマップ X とマップ Y の値がですねどんどん変わっていくのが分かると思います。はい、で、あとはですね、これこのマウスが猫の近くにあったら、はい、この時はですね動かないようにしたいので、はい、ここに一つ条件を入れて、もし何々ならというのを入れておきましょう。でここに演算で、はい、不等号を持ってきて、マウスポインターまでの距離、マウスポインターまでの距離ですねが、50より大きい時だけ、はい、動かすようにしたいと思います。はい、旗を押します。ここら辺だと動かないけど、右上にやっと動く、で止まる、動く、止まるですね、こんな感じですね。はい、という形で、マップ X とマップ Y が変化するのが分かったので、次はですねこのマップの方に行って、この下の部分ですね、ここの部分に制御でこれずっとというのを入れてですね、はい、で、ずっと動きで X 座標を何々にするというのがあるので、この X 座標は先ほども説明した通り、マップ X が例えば400だったら、このマップ自体は逆にマイナス400になっているということになるので、ここにですね掛け算を入れて、先ほどの作ったマップ X かけるマイナス逆になるということです。で、Y 座標も同じような考え方で、 Y 座標は、掛け算で、よいしょ、マップ Y かけるマイナス1ですね、はい、というようになるようにしましょう。で、マップは常に最背面にいたいので、見た目で最背面ですね、最背面へ移動するというふうにしておきましょう。はい、旗を押すと、はい、このようにですねマウスの方向に向かって猫が移動しているように見えるのが分かると思います。はい、で右上で右下左下のようにこんな感じですね、左上、はい、
はい、こんな感じで動きますね。で、マウスが猫の近くにいるとストップするとこうですね。はい。で、これ左に行ってる時に猫が後ろずさりしてるのはちょっとおかしいので、スプライト1に戻ってもらって、この下ですね、この下に、制御で、ずっとというのを入れて、はい、見た目で、これは最前面に移動しておきましょう。最前面に移動して、はい、で動きですね、動きで何々に向ける、マウスポインターへ向けるというふうにしておくと、はい、左の時は左に向くし、右の時は右に向くというような形でですね、はい、できたと思います。で、あとは足を動かしたいので、足を動かすのはもう一つ並行して旗が押された時というのを作っておいて、で、ずっとですね、ずっと、はい、見た目で次のコスチュームにすると。で、ここ少し 0.2 秒待ってというふうにしておくと、はい、テクテクテク、こんな感じですね、テクテクテクというふうにこのマップの中を動けるのがわかると思います。はい、こんな感じですね。はい、まあ、これがですね、まず基本的なこのマップの中を動き回るという動きになります。はい、実は猫はずっと真ん中にいるんだけど、右下に移動する、つまりこの時はマップが左上に移動しているということですね。はい、という形で、マップの中を動き回るっていうことが、まあ、できるということになります。ではですね、今回はここまでにして、次回はじゃあこの広いマップの中にこの鬼を配置していきます。で、鬼を配置して、配置するだけじゃなくて、鬼がですね、ずっとランダムに動き回っている、で、ランダムに動き回りながら猫を見つけると追いかけてくるっていうことをやっていきたいというふうに思います。またですね、2、3日後に動画アップしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。また今回の動画役に立っているという人はグッドボタン、高評価いただけると励みになります。ではまた。